皆さんこんにちは、 IKEA 原宿マーケットマネージャーの青木絵里奈です。皆さんこんにちは、 IKEA 原宿コマーシャルマネージャーの中澤武史です。今日は IKEA 原宿の店内ツアーに私たちが皆様をお連れいたします。 IKEA 原宿は日本で初めての都市型ストアで、原宿駅の真ん前という大変便利な場所にあります。都市部での暮らしに特化した商品やソリューションを多く取り揃えています。 IKEA 原宿では都心にいながらスウェーデンのデザインやカルチャーを気軽にお楽しみいただける新たなスポットとして皆様をお迎えします。私たちのこのユニフォームも新しいデザインで、よりサステナブルな素材でできているんですよ。それでは IKEA 原宿の楽しみ方をご案内します。では行ってみましょう。こちらは IKEA 原宿ならではのスポット、スウェーデンコンビニです。大人気のフリーザーバッグイースタードや、新商品のエコバッグ、プラントベースのヌードルなど手頃な雑貨を多数取り揃えています。こちらのスウェーデンコンビニではコーヒースタンドも併設されています。宇都認証のコーヒーや焼きたてのシナモンロール、プラントベースのソフトアイスなどお持ち帰りでお楽しみいただけます。そしてこちらのエリアではオーガニックドリンクやクッキーなどスウェーデンの味を多く取り揃えています。IKEA 原宿では都市部に住む方々の暮らしのニーズに合わせて売り場を構成いたしました。例えばくつろぐや眠るなど、そのニーズに関連する商品を一箇所に集めることによって、より便利でお買い物がしやすい売り場を目指しました。またルームセットでは都市部の典型的なレイアウトやサイズを反映し、限られたスペースを有効活用できる家具やソリューションをメインに作られています。一人暮らし向けの部屋、低価格で実現する部屋など、都市部の暮らしを反映した部屋が充実しているのも IKEA 原宿の特徴です。こちらは眠るのルームセットです。都会に住む30代のカップルがリラックスしたりぐっすり眠るスペースをご提案しています。良い一日は良い眠りから生まれます。このお部屋には快適な睡眠に必要な7つの要素が詰まっています。詳しくはこちらのタグでご紹介していますので、ぜひご覧ください。また、IKEA 製品に使用するコットンは全てよりサステナブルな調達先から仕入れています。例えば、こちらのパンテランカというタオルケットは、そのコットン 100% で作られています。こちらは、整えるの売り場です。家の限りある空間から新たなスペースを作り出す工夫がたくさんあります。例えばこのロースフルトというワゴン、こちらはコンパクトなサイズの上、必要な場所に簡単に移動ができます。またフラットパックなのでお持ち帰りいただけるサイズです。
それでは2階へ行きましょう。こちらでは毎日の暮らしを豊かにするためのデザインをご体感ください。また2階ではくつろぐ、料理する、インテリアアドバイスのエリアに加えスウェーデンカフェもご用意しています。ぜひご体感ください。こちらはスウェーデンカフェです。 IKEA 原宿でしか食べることのできないスウェーデンの伝統的なフラットブレッドツンブロードをお楽しみください。ベジソーセージや ASC、MSC 認証のサーモン、スウェーデンの伝統菓子であるセムラ風味のラップサンドをお楽しみください。テイクアウトサービスもご利用いただけます。こちらは料理するの売り場です。ここでは健康的でサステナブルな食生活を支えるアイテムを揃えています。例えばこちらの IKEA 365シリーズの保存容器は形やサイズが豊富ですので様々な用途にご利用いただけます。食品を新鮮に保ち食品ロスを防ぎます。こちらではホームファニッシングスペシャリストによるインテリアのアドバイスをお気軽にご利用いただけます。そしてシンフォニスク、どんなお部屋にもマッチするダンス型 Wi-Fi スピーカーです。こちらはくつろぐの売り場です。都会の忙しい暮らしの中でリラックスできる空間のアイデアでいっぱいです。そしてこちらにはインスタ映えのする大きなチェアを用意しています。ぜひ写真を撮ってみてくださいね。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。最後になりましたが重要なお知らせです。 IKEA ではお客様と従業員の安全確保を最優先としております。オープンにあたり新型コロナウイルスの感染予防対策を実施しています。例えばこのようにレジなどにはビニールカーテンを設置しており、また接客にあたり従業員はマスクを着用し、お客様と一定の間隔を取らせていただく場合があります。そして店内の状況により混雑緩和のための入場制限を設ける場合がありますのでご了承ください。またお客様にも安全確保のためのご協力をお願いします。開店前にショップの前に並ぶことはお控えください。また少人数でできるだけピーク時を避けてのご来店をお願いします。長時間のご滞在はお控えください。そして店内ではマスクの着用と周りの人と2メートル程度の距離を空けるようご協力をお願いします。なおレジでの混雑を避けるためにIKEA アプリのご利用をお勧めします。 IKEA 原宿では皆様に安心してお買い物体験をお楽しみいただけるよう安全対策をしっかり実施した上で皆様をお迎えできることを楽しみにしております。本日はありがとうございました。